暑すぎるよ。どうなっちゃってるの？本当ね。立っているだけでも汗が滲んでくるわ。去年もこんなに暑かったかしら。と言いつつ、リンちゃんってばすごく涼しげだよね。汗かいてるようにも見えないんだけど。そんなことはないわよ。確かに汗はかきづらい体質みたいなのだけど。ほらこれ、冷房も効いているけど、これもいいのよ。ちっちゃい扇風機、冷たい風が流れてくる。小さいけれど、意外と涼しさを感じられるのよ。はぁ、涼しくなってきた。これでこの後のリハも頑張れそう。ドラムは体力勝負だものね。終わったら冷たいものでも食べに行きましょう。駒形ゆり、浜崎奈々のオーバーラジオ。皆さんこんばんは。東堂にゆくの駒形ゆり。駒形ゆりさんですね。私今自分の名前甘がみしたもん。嘘でしょ。暑いから暑いからね。皆さんこんばんは。南城花火役の浜崎奈々です。びっくりした。始まりましたオーバーラジオ。この番組は中島よしきのざっくり8から生まれたドラマ CD 企画、オクターブサイドオーバーランの魅力や新情報など、我々メインキャスト4人が時にオーバーにお伝えしていくラジオです。駒形ゆう、駒形ゆり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 みたいな。びっくりした。暑いって。暑さだよ。暑すぎる、うん、だって私もね、さっきね、あのエアコンの温度ね、うん、22度だよって。そうあんま聞かないけど。そう、みんな噛んでるね。みんな噛んでる。ちょっとだって規格外の暑さでしょ。そう。しかも、まあ、あの収録日的に今日はちょっとやばいらしい。そう、なんかちょこちょこ不要不急でとかさ、そう言われるしさ、うん、なんか最低気温もどんどん上がってきてるしさ、うん、どうする。どうする。こもる。もこもる。いや、なるべく暑い時間にさ、外を歩かないようにしてるんだけど、そのなるべく地下を歩いたりとか、うん、ね、してるけど、うん、でも無理な時あるじゃん。そうだって、もうでも国がさ言うんだからさ、諦めようよもう。なんでみんな頑張るん。一旦止める経済。暑すぎるし、 あと花火大会とかがね、あ、そうだね、いろんなとこでやってて、なんか一回雷で中止になっちゃってたよね。あー、あるね。ね、あとなんかあのニュース映像かなんかで見たんだけど、うん、花火と雷が両方コラボレーション、うん、見たかも。めっちゃかっこいいやつ。そうってなってるやつでしょ。ちょっとテンション上がっちゃった。あれすごいね。打ち上がった花火に雷直撃。あ、そういう映像だったんだ。すごい、すごい確率だね。え、うん、それはすごいわ。いや、行ってないですね。なるべくもうそういうところを避けてる。そう、ここが混むんだな、じゃあ絶対に行かないって。行ってらっしゃいって。私の分まで楽しんでね。バイバイってやってる。何も夏楽しんでね。いや、もう楽しめんぐらい暑いよね。私もともと夏がね一番好きだった季節の中で。へえ、うんうん。そう、なんか普段はインドアだから、うん、夏ってなんかすごいいろんなイベントがあって楽しいなって、うん、誕生日もあるし、うんうんうん、思ってたんだけど、なんか最近そのアウトドアになってきて、うん、夏ってアウトドアできないんだなっていうのを知ったのよ。あ、そう、そっからちょっと初めて、うん、もうそろそろいいかな、夏終わってみたらって思ってる。そうだよね、うん、去年とかが秋がほぼないっていう季節だったから、今年は秋多めで、うん、あのバランス取ってもらわないと多分、うんうん、ね、ちょうどいい温度の時間をどうか。どうか地球さん、よろしくお願いします。はい、そんな今回のミニドラマはイルノアさんが送ってくださったお題、はい、ハンディファン。いや、わかるよ。もう本当に暑すぎる、ね、うん、私なんか強がって何にも使ってない。ハンディファンもその首にくっつけるやつもひんやりするやつもね。そう、何も使ってない。私もハンディファン買ったけど、うん、多分もう2年ぐらい充電してないから。2年前買ったの。最近買ったみたいな言い方だったけど。2年前かよ。2年前に買った。めっちゃ前。私も買って開けてないやつ。ダメだな、うちら。ダメだな、文句しか言えねえ。いけないわ、いけないわ、いけないわ、いけないわ。じゃあね、まあ暑いけども、はい、みんなからメール来てるから仕方ないから読んであげる、うん、仕方ないから読んであげる。熊
浜辺あきさんからいただきました。ありがとうございます。熊形さん、天崎さん、おばらじは。おばらじは初めてこの番組にメールを送ります。え、ありがとうございます。ありがとう、仕方なくて書いてごめんね。半年ほど前から聞き始めた。わあ、新参リスナーです。ありがとう。以前からこの番組の存在自体は知っていたのですが、うん、オーバーランのことを全然知らないし、3年以上も続いている番組を今から追いかけられるかなと聞くのを迷っていたところ、余裕だよ、先輩ランナーの皆さんから途中からでも大丈夫、作品のことを知らなくても楽しめるよと背中を押していただいたので、うん、恐る恐る聞き始めました。そうしたらクールな声でなんか変なことをやっているコーナーや、心にぐさっと刺さることを言って無理やり和もうとするコーナーやったわ。あ、やったね。やったやった。その一番悪い回聞いたな。無理やり和もうとするコーナーといった、オーバーランのキャラクターのことが冒頭とコーナー説明からでしかわからないラジオが繰り広げられていて、イラストやロゴはかっこいい感じなのにラジオはこんなにふざけてるの、うん、とそのギャップに爆笑してしまいました、うん、お二人はいい意味で予想を裏切られたことって何かありますか。アーカイブを第1回から順番に聞きつつ、オーバーランとオバラジのこれからを遅ればせながら応援させていただきます。それではありがとうございます。いやー、いらっしゃいませ。いや、なんかうちらはさ、こう、うん、本人、当本人、なんていうの、超本人、うんうんうん、やってる超本人だからさ、わかんないわけよ。そうそうそう、どんだけふざけてるとかさ、もうなんかなんか許されてるからいっか、うわーってやってるけど、うん、いや、そっか、初めての人はそっか、うん、びっくりしちゃうのか。なんかね、もっと音楽感ある番組だと思った。うわーじゃない、ギターのコードの解説とかドラムがねみたいな、なんかここのビートが、はあ、何一つ言えないもうだってあれでしょ、この間一緒になった時にやったのが、うん、その少年を握りつぶすとバカなゴムだっけ。そう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 、くる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 っとやばいよ。そうそう、でも大丈夫、あの回聞けたんならこれからもきっと聞けると思うので。そう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 、一番レベルの高い回を、あ、そうね、聞いていただいたので。でもあのおばらじにはまだあの2人のボスがいるのよ。四天王、四天王でやらせていただいて、うちらはまだ下の四天王かもしれないから。そうそうそう、最弱だからうちら。つよつよが、そう、つよつよがまだいるから、つよつよがいるからね。そう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 、どっちもいろ、なんか別のベクトルで極めてるから、うん、だって二人ともやっぱさ、なんかちゃんとしてる時と、あ、なんか疲れておかしいのかなみたいな。だってこの間ダマユと一緒だった時、うん、あれダマユのラジオ聞いてるのかな私って面白かった。ダマユやっぱさ、すごい喋れるからさ。あ、そうだね。そう、私リスナーみたいにリアクションしてるだけの時とかあるし、うんうん、雪村ちゃんとやる時はもうわけわかんない、うん、覚えてない。雪村ちゃんのあのいい意味で、いい意味でこうなんか情緒がジェットコースターみたいな時があって。あるいい意味で、いい意味でね、上と下の幅すごいよね。なんか今日あのすごくちょっと久しぶりな感じでとかって言いながら、おい、なんとだーみたいな。怖いよ、風邪ひく。そう、すごい、うん、あのいい意味で、はい、面白いメンバーさん、はい、揃ってますね。引き続き、はい、応援のほど、はい、なんだっけ、ついでにいい意味で予想裏切られたこと、いい意味で予想裏切られたこと、さあ、なんだ、え、なんだろう、うん、パッと思いつくの、え、今月意外とお給料入ってる感じですかね。金の話。意外と入ってるみたいな。そうだね、そうだね、思ったよりは入ってるみたいな、わ、頑張ってるみたいな、ね、嬉しい、あ、うん、あれが入ったあーっていうのはあるけど。なんだ、いや、それじゃない、それだよ、そうだね、嬉しいよね、うんうん、あ、うわ、やったみたいな、やったやったみたいなこと、美味しいもん、焼肉行こうみたいな。お金、お金大事です。はい、お金大事でございます。これからも聞いてください、お願いします。聞いてくれるかな。こんなんでさ、うん、聞いてもらえるかな。続いていきます。クロさんからいただきました、ありがとうございます。駒形さん、浜崎さん、おばらじは。ばらじは以前第158回の駒形さん浜崎さんペアのアフタートークにてサブキャラ妄想選手権で採用してくださったドゥールを綺麗に書いてくださり、ありがとうございました。どういたしまして。お二人がドゥールを見て頭の上のリンゴや一つだけつながってない触手などについていろいろと考察してくださっていましたが、すべ、うん、てはぁ、特に意味もなく書いたので聞いてて面白かったです。そうだろうよ。
放送内でお二人は元美術部だとおっしゃっていましたが、はい、得意な絵は何かありますか？それでは。おお、ほう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 、ルール、あったら逆にイライラするもん、その意図が。あ、いや、ここはあえてこういう意図があってみたいな、彼のこういうなんかこういう性格を表してるから職種が離れてますとか言われたら、はもうもうこれがね、うるさい、ボートかけ、ボート、こんなこんなクオリティの絵はこんないろいろ考えて描くなって。確かにね、10秒でいけるやろみたいな。そう、もう目つぶって描けて目つぶでもそう思ったらさ、そんな絵をうちらちゃんとあの受け取ったわけよ。そう、美術部としてのあの感性でね、そう描いて描いたね。そう、描きました。懐かしい。ちょっとね、あのここに今なんか前回の絵があって、まあなんか私たちもこれに習ってね、うん、描いたんですよ。上手だったよね、天野奈々ちゃん。あ、本当？うん、すごいなんか繊細なタッチだった。繊細だった、うん、なんかコマちゃんちゃんとあの色使いあれだったよね、あのペンでね、色で多分リンゴとかちゃんと赤にして作ってる。うわ記憶ゼロ、本人が忘れそっか、うん、得意な絵だって。私ね、水彩画がめちゃくちゃ好きで、うん、素敵。そう、中学校の時にポスターの宿題みたいな、うん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 、あって、あの本当はアクリル絵の具で描かないといけなかったんだけど、うんうんうん、アクリル絵の具がめちゃくちゃ苦手で、そのピッチリ色を塗らないといけないのがわかるわかる、だるいぜと思って勝手に水彩絵の具で描いて出したら、うん、その区のなんか賞みたいなやつもらった。うわ素敵。から水彩画好き。いい、私も水彩画好きだな。あとデッサンが好き、鉛筆で描くのが結構楽しくて、ひたすらここ真っ黒なんだよ、この手の真っ黒なる、真っ黒なるとこ恥ずかしいよね、すっごい黒くなるよね、うまくできないから。もうなんか、うん、あれはでももう努力の証だと思っている。懐かしい。懐かしいな、その生物画、うんうんうん、止まって、瓶とかリンゴとかを描いて、うん、最後背景を、うん、私黄色で塗ったの、うんうんうん、そしたらその時の美術部の顧問の、うん、あの女の先生にブチギレられた、うん、あんた黄色なんか背景に塗ってんじゃないわよめちゃくちゃ切れられた。いやでも美術部の先生って怖いよね。めっちゃ怖い。私もあの海の日の記念のコンクールに出すよっていう時に、うん、みんなじゃあ風景とか描きに行こうってなってたんだけど、うん、私みんなが描くことやりたくなかったのその時、うんうんうん、ちょっとロックだったからかっこいいや、ロックだったからね。で自分は海の中を想像して描きたいって思って、うん、お魚天国みたいな感じの絵を描いたら、うんうん、いやあんたもうなんかそういうの絶対賞入んないからねって言われて、うん、いやでもいいですとかって言って、うん、ちゃんと佳作もらって。えすごい。なんか先生ってちょっとね言ってくるんだよね。言ってくる言ってくる。でも芸術の世界だからさ、そう自由だからね。そう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 、うん、でもそのあの気難しい先生にバレンタインにチョコあげた、うんうん、そこからめっちゃ優しくなった。お返しとかくれた優しくなった。めっちゃいい人だった。人間だったちゃんと。好き好きですみんなね、なんかいいね、先生たち元気してっかなね。うーん、あ、終わっちゃった。あ、皆さんのメールありがとうございます。はい、ありがとうございました。おばらじでは皆さんからのメールを大募集中です。メールフォームからどしどしご送りください。また番組推奨ハッシュタグはハッシュタグカタカナでおばらじです。ぜひたくさんつぶやいてください。それではおばらじ始めていきましょう。せーの、スタートです。オーバーラジオ from オクターブサイドオーバーラン。それではこのコーナーに参りましょう。リンのつぶやき。かわいそう、絶対言わない。あーあーってなって、はい、クールでかっこよくさらに美人という彩色兼備なリン、そして私、そんなリンが言わなそうなセリフやリンが言ったらかっこよく聞こえそうなことを送ってもらっています。またメールを読み上げた後コーナーの趣旨に合っているか合否を判定します。不合格や再提出を宣告する場合もありますので皆さん肝に銘じておいてくださいはい、何ですか、何かありました？いや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 、どうぞどうぞ。こんな綺麗な日本語聞いたことがない。肝に銘じてラジオであまり聞かないそれでは早速やっていきます。はい、アルトさんからいただきました、ありがとうございます。いきます。今月は推しの誕生日、プレゼントを用意してバースデーイベントで渡す手紙はこれでいいかな。当日は少しお話できるし、何を話そうかな。今から緊張しちゃう。いやだ、どうしよう。
熊形さん、浜奈々さん、こんばんは。こんばんは。リンさんの推しって想像できないですし、ここの美人がバースデーイベントに来たら会場がざつきそうですね。お二人は推しとの接近性はどうなりますか？私は熊形さんの前で緊張してしまい、いつも舞い上がっています。それでは。これは言います。これは言います。リンさんは言います。前の前に会うときこっそりなんか、そっか、前といる時のうまくいかな、でもみたいな、そう、気持ちのね、なんかあれ、あの要素があるんだったら推しができた時になんか、そっか、うわー、これは言います。手紙書いててほしいな、ね、手紙いきなりボールペンで書かずに、あの下書きしてほってほしい。かわいい、うわー、かわいすぎる。便箋とかめっちゃラブリーなのにしてほしい。かわいい、クマとか、かわいい、かわいい、かわいすぎるじゃん。これはじゃあやっぱ言いますか？可能性はある。これは言うんで不合格です。かわもう孫ことなき不合格。言うから。はい、推しの接近戦とか行ったことある？いや、ないな。推しのなんかさ、ライブとかで楽しむはあるけど、うん、1対1ってないかな。うわ、いや、あるわ、あるけど一瞬だった。なんか握手 してもらって一瞬だった。いや、なんか初めてその本のサイン会みたいなやつ行った時にも、なんかうまく喋れなすぎて、うん、なんかもう別人みたいな。あ、なんかだからみんなすごいなって思って改めて。そっか、しっかり喋ってくれる人とかいるじゃん、うんうん、ちゃんとさ、なんか言うことを考えてきてくれる人とかいるもんね。なんか自分がさ、こう私会とかやってる分にはさ、やっぱ自分の自己評価が低いから、うんうん、なんかね、こんな嬉しそうにしてくれてすごいありがとうみたいになるけど、そんな普通喋っていいのにとか思うけど、うん、いや関係ない関係ないなって思った。その好きな人のね前で舞い上がっちゃうのは私も一緒です。一緒だよ、わかるよ。うん、嬉しくなっちゃうよ。練習しようと思ったから私も、もうちょっと。確かに私もなんか次もしそういうの当たっていけるんだったら、うん、スマートになんか言いたいけど絶対早口になるさ。めっちゃ好き。今日暑いですね。30度ですね。めっちゃ30度ですね。またいじっていいな。もう30度ずっと、もうこの夏私ドゥで行くわ。他の現場でも当たり前のように言ってほしい。今日なんかあのすごいらしいですよ、38度らしくて。あ、なんか本当に疲れてるんだなって思う。浜田さんそっとしといてやばいって。誰が私を止めてくれるか、ちょっと頑張れね。うん、はい、じゃあ次、はい、ナンプラーさんからいただきました。ありがとうございます。ほのか、違うわ。知恵の輪は力で何とかするものではないのだけれど。書いていて思いましたが、これは本編でも言うかもしれませんね。はい、言います。これは不合格です。言わない、言わない。これは孫ことなき不合格です。合格だよ。もう純度 100% 不合格。こっちまで、こんなんもう、あれ、この間のドラマ CD の収録で言ったなって。言ってない。これもうだって音楽の作品だから知恵の輪とか絶対出さないよ。もうこれ何って言って、もうバーンってやる。ほのかあったよね。ないないない。あ、取れた。こういう遊びってさ。なんだ、簡単じゃんって。あ、言うよ、言う言う。いや、これがもしあの本編にあったら、私はちょっと中島先生にどうされたんですかって。さすがにって。さすがに。大丈夫ですか。ほのかのマネジメントもちょっと。もうちょっとあの音楽でお願いしますって。すげえ、知恵の輪破壊した人はまだ。恐ろしいな。知恵の輪、私すごい好きだった、ちっちゃい時。楽しいよね、あれ取れた時ね。でもさ、1個の単価が高いじゃん。ああ、そうだね。だからあんまりこう親に買ってもらえなくて、うん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 、で買ってもらってめっちゃ嬉しかったんだけどさ、そのめっちゃやるんだけど解いちゃったらさ、終わるって思って。そうね、そう、すごい複雑な心境で、ね、うんうん、あれ結構重くない？重い。なんか筋トレできるじゃんって。結構ずっしりしてるもんね。そう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 。しかもあれ、そうなんだよね、取れたら、わあ、そうだね、取れた後、そんなにやんなかったな。ね、うん。あ、でもちょっとやりたくなってきた。知恵の輪。ね、買ってみようかな。ダメだったら、私ね、じゃあ、破壊しても。やらないよ。はい、じゃあ次。はい。ラーノンさんからいただきました。ありがとうございます。いきます。すみません、遅刻しました。なんちゃって。電車の遅延証明書あります。遅刻じゃありません。一
チュエーション学校の授業に遅刻してきたリンさん、遅延証明書を手にして遅刻の負い目から解放されたリンさんをイメージしてみました。やだな、持ってたとしてもよ、うん、遅延証明書を持っていたとしても多分呼び出される先生に。うん、分かった、とうとう後で職員室来なって。ま、態度良くないよね、うん、なんちゃってとかもう授業とか中断させちゃってるからこの時間のせいで。そうだよね、カラカラカラありますって遅刻じゃありませんじゃないの。いやちょっとそうだな、うん、仲良くはなれないな。なんかさ、学生の時遅延証明書ストックしてる子いなかった？あ、いた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 、 あるよ、使うみたいな人。大丈夫みたいな、なんか日付ないからみたいな。なんかあのちゃんと一枚一枚くれる形式じゃなくて、うん、学校がね人数が多い、多分、うんうん、そのここで降りる人が多いって分かってるとカゴに入ってる場合があって、はい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 、それを多分ね取ってくる人がいるんだよね。在庫ね、悪いやつ。悪いやつ。あと遅延証明書じゃないけど、あの専門の時に出席表みたいな、うん、出席カードの、うんうんうん、あの色があるんだけど、うん、なんかそのずっと同じのストックしてても今日は何色みたいな、はあはあはあ、あって、そのいろんな色をストックしてる子いた。あ、私全部色持ってるから、うん、今日出席ってことにしとけるよみたいな。すごいじゃん、なんかみんな店代行、出席代行。なんかさ、こう生きてると、うん、いろんなこう知恵がつくというか、うなんか生きるの上手い人たちってやっぱいるよ ね、 そ、 なんかね、そこまでして休まなくてもいいし遅刻もせる、なんかもう生きなって思った、自分にも学校に行きなって。面白い。これはちなみに、じゃあこれはさすがに言わないので合格です、うん、あー、これ合格、さすがになんちゃってとか言わないんで。やだもんな。やだやだ、そんなひょうきんなリザ見たくないもん。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ続いて、はい、篠根きてさんからいただきました、ありがとうございます。次の曲マジでチョベリグよ、バイブスやばくて超いい感じにエモいわ、ぶち上げなのだけれど。皆さんこんばんは。リンさん旧世代のギャルになってほしかったので、私の中の精一杯のギャルイメージで話させてもらいました。え、むずっ、ってことはイントネーションもあっちじゃなきゃいけなかったのかな、うん、マジでみたいな。あー、昔のチョベリグ、チョベリグよ、でもよ、チョベリグって難しい、チョベリグはチョベリグ、そうだけどさ語尾がよなのよ、うわチョベリグよって、やばくない、やだやばい、エモいわぶち上げなのだけれどってこと。もうリンさんじゃない。なのだけれど、もうリンさんじゃない、リンさんじゃなくなっちゃう。密かにあのちゃんとこうやっぱ役者魂を今感じたんだけど、コマ、うん、ちゃんがねぶち上げっていう時にちゃんと指もぶち上げてくれて、勝手にね私の左手が左手のバイブス上がっちゃった。さすがです。すごい、それ見て私もぶち上がった。優しいな。ね、エモいって言葉ってさ比較的私は最近じゃない、最近だよね、うん、そうだよね、なかったよね当時っていうか、その平成ギャルの時は、うんうん、ない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 。チョベリグ、チョベリグもでも私うちらよりは先輩の世代だね。そう、そのなんていうの、ネタでチョベリグって使って、そんな言葉知ってんの、うん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 、みたいなので使ってるぐらい、うん、かな。チョベリグ、チョベリバとチョベリグだよね。あー、そっか、チョベリバもあるんだ。そうそうそう、チョベリバと。うわー、バイブスも比較的最近、バイブスもそうだね、でも5年、5年ぐらい前とかかな。うんうんうん、うわー、すごい。うちらの時の純純ギャル語ってどれ、マジマジとか、マジ、私あと関西だったから、うん、なんかみんなね、なんかみんな女子高生なんかだるいって言ってた。なんかあー、だるいはめちゃくちゃ、マジだるいって。怖すぎ。本番本番だ。怖、みんなそれ、みんな巻き舌だった。怖い怖い、マジだるいって怖いよ。なんか方言も相まってちょっとドキドキした。治安が、なんか自分が言われてるのかと思って。マジとか、マジ、揚げ、揚げはあったよ、ぶち揚げとかあったよね、うんうんうん、え、うちらの揚げぽよ、あ、揚げぽよ、え、揚げぽよ、最近、最近数年前か、え、なんだろう、マジ揚げぽよはそうだね、 KY、 KY、 あ、KY あった、懐かしい、 KY 流行った、 KY めちゃくちゃ、KY ね、マジ KY、うんうんうん、キモいとか、もうそんなんばっか、よくないですよ、美しい日本語で、そうね、とても綺麗な、喋ろ、私も気をつけよう、マジとかも言ってる。
これはさすがに言わないので合格です。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。ここまでです。はぁ、うわぁ、ザマーミロ、あ、そうね、いつ読めなかった、ザマーミロ。はい、というわけで引き続きリンにつぶやいてほしいセリフが思いついたらこちらまでご応募ください。以上、リンのつぶやきでした。ザマーミロがもうおもろすぎ、綺麗な日本語使ってくる。オーバーラジオ from オクターブサイドオーバーラン。それではこのコーナーに参りましょう。南條ほのかのその少年を握りつぶ。いいよ、待ってました。待たないで。浜崎屋やだな、こっちだと思ったんだよ、うん、柔らかく穏やかな雰囲気のほのかだからこそ繰り出される鋭い一言は心に刺さるということで、ほのかに、懺悔したい過去の過ちなどを募集、曲がった少年を握りつぶすようにほのかがお説教するコーナーです。いけるよ、今日暑くてイライラしてるからさ。いけるいける。やばい、こまちゃん、こまちゃんが拳をペチペチ。じゃあ、みんなでもうね、二人で夏の暑さをねぶつけてコテンパンにしてやろうと思います、うん、ぐちゃぐちゃにしてやる。早速じゃあ皆さんの心して覚悟してくださいね、はい、アドミラルさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。先日とあるライブに参加した時の話です、うん、そのライブは昼公演と夜公演があったのですが、好きになってから日が浅いし両方行くのは自分にはまだ早いかなという理由で昼公演しか参加しませんでした。ああ、しかしそのライブは曲もちゃんと予習していたのでめちゃくちゃ楽しく、うん、帰り道に片方だけじゃもったいなかったなと後悔しました、うん、そこで踏み出す勇気がなかったこの私をどうか握りつぶしていただけないでしょうか。ああ、よろしくお願いします。お、いや、わかるよ。私もあんまり全通したことない。そうね、そうね。じゃあ、そうですね、うん、行きましょう。お願いします。勇気が欲しいということですもんね、うん、ああ、もう一生見れないのに。そうだよね、そらそう。そらそうだよ。勇気が出るかはわからないけど、まあ、そのつもりでもう二度と見れないですよ、同じものはね。そう、次は絶対見逃したくないという、うん、今のほのかにイラついてもらえればと、うんうんうん、こんなこと言われるぐらいだったら絶対次は絶対両日やってやる、やってやる。いや、私もその昼夜公演とかやってて思うけど、うん、全然違うなって思うよね、昼も夜も。やっぱりそのお客さんの反応とかも ある？そのあるある。なんか夜のが本当にみんな元気、うん、あ、もうマジ全然全然違う、うんうんうん、みんななんかお酒飲んできたのかなってくらい夜のが元気。いっぱい引っ掛けて、そう、引っ掛けてきたかなって思うぐらい夜のがね元気を。うん、慣れとかその場の雰囲気どんな感じかな、うんうんうん、昼はそのドキドキしながら来てくれたりとか、うん、それが全部ね、夜はもう、あ、こんな感じなんだっていうのがね分かった上で、そうだよ ね来てくれてる人もいるし、リピーターさんからするとさ、うん、もう、あ、今日この時間で最後だって思うから、うん、もうなんか後悔したくないっていうのあるよね。なんでね、はい、夜のがより楽しいかもしれないし、そうそう、さっさとさっさと言ってください。さっさと。じゃあ続いて、はい、いきます。眉のピンクのワニレインさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。駒形さん、浜奈々さん、こんばんは。こんばんは。私が握りつぶしてほしいのは、うん、飲酒欲です。先日健康診断の結果が出まして、うん、休肝日を設けてくださいと書かれていました、うん、量は多くないのですが毎日飲んでいるので指摘されてしまったようで、うん、ようです。でもこう暑いと仕事から帰ってきて、うん、ついつい飲んじゃうんですよね、うんうん、休みの日なんか、昼から飲んじゃってます、うん、この欲を潰して代わりになるものってありますか。では。いやー、わかるよ。私もこの間健康診断に行ったら、うん、LDL コレステロール、はい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 、引っかかった。そうなの。前日にね、焼肉食べちゃったの。夜健康診断の前日。なかなか攻めたね。攻めたね。あ、気持ちはすごいわかる。わかるわかる。じゃあ、そうですね、うん、レインさん、水でも飲んでろ。うわー、厳しい。すごい厳しい。
いやでもあの水分は取ってほしいのよ。水分取ってほしい。アルコールで水分補給できないです、ね、うん、そうなのよ。水分はね絶対取ってほしいから、あの水でも飲んでろと、うん、はい。お酒の代わりか、難しい。私あんまりお酒を飲まない。私もそうだな。どっちかというと食べることでストレス発散したりとかしてるから、うんうん、確かに焼肉食うなとか。そうだよね、好きなもの制限しろって言われたら大変だよね。他、うん、他か。代わりにあるもの。お酒って別に運動しても意味ないんですよね。意味ない。あの運動してその健康な状態に運動でこう持ってった状態でお酒を飲んでも結局は肝臓に負担がかかるから変わらない。うわむずっ。お酒以外に好きなもの見つけるしかないのか。うん。え？あ、ノンアルコール飲料。ああ、そういうことね。うん。確かに。なんか分散させる、もうなんかいろんな中毒症状のあるものをちょっとずつ、なんかカカオとか、あのカフェインとかさ、コーヒー、チョコ。やばいじゃん。ちょっとずつ、全部ちょっとずつ。毒を持って毒をせいぜい。今日はチョコとか、今日は酒、じゃあコーヒーみたいなやつ。で、これ全部ミスると、あの、すべて中毒になる。やばいやばい。触れ注ぐんで、気をつけて。欲しいんですけど。そう、でもそういう方法もそうね、あるある。分散させる。痛い目を見たら多分もう確かに嫌だなってなるかもしれないから、生き切るっていう。そうそうそう、全部をね、うん、ちょっとそういう中毒性のあるものを、うん、はい、ちょっとまあでもあの健康でいていただきたいんで、はい、ほどほどにね、飲んでください。水でも飲んでください。はい、とのことです。じゃあ続いて、はい、大和さんからいただきました。ありがとうございます。駒形さん、浜崎さん、こんばんは。こんばんは。本のタワーを片付けようと思って、うん、片付けてから半年、うん、元の姿に戻りました。不思議だよね。いやこれ魔法なんだと思うんだよね、うん、つまり本がめちゃくちゃ増えました、うん、この話以前に送っているような気もしますが、送ってたとしても前より悪化しているような始末なので、改めて握りつぶしていただければと思います。本当にわかる、うん、もうさ、テーブルの上大変なことになってて、うん、それ全部片付けたんだけど、うん、全く同じになってんの。わかるよ。なんでだろう。誰かやってる？私もなんか棚をきれいにしたはずなのに、うん、そこにまた積み重なってて、うん、なんか知らない人が入ってきてると思ってえみたいな、なんで片付けたのにって。わかるけど潰さないといけないよね。うん、潰してやろうよ。この人のためにもさ。そうだよね。うん。おいゴミ屋敷。あー前にも送ってきたって言ってるのに何回も繰り返してるじゃないですか。だから部屋が片付けないんですよ。分かってますか？聞いてます？本当に聞いてます？本だけにもう二度もう二度とあのこの内容では送っちゃダメですよ。分かりましたか？次送ってきたら罰金ですからね。罰金なんだもう実害いくら？どうしようね。5,000円ぐらいもらおうかな。おーいいね。5,000円ももらったら結構結構おいしいもん食える。いやでも気持ちはわかるんだよ。もう本当に読んでんのかって思う、その本全部。ああ私にも言ってるよ、自分にもね。その本買って読むのって。わかるよ。結局途中まで読んで同じ缶2冊買っちゃってるもんな。わかる。あれってこの表紙あれ同じ小説3回買ったねえもう本当にいい加減にしてって思う。なんかあの好きなその作家さんの本が映画化して、うん、あじゃあ久しぶりにあの買って読んでみるかって思ったんだけど、うん、なんか表紙見たことあるかもしれないと思って家の本のとこ探したらあって、うん、しかもなんか初版本で私買ってたっていうね、もうそうだからこういうの分かるんですよ。分かるけど。わかるけどね、読み切ったら次買うってやんなきゃダメだよね。そうだよね。いやもう大和さん、私たちと一緒にもう繰り返さないようにしようね。うちらも罰金、ね、約束、夏ゴミ屋敷ということで、ちょっとまだあの読めないのもあったんですけど、皆さんメールありがとうございます。あーなんか暑かったけどちょっとすっきりしましたね。ありがとうみんなということで、皆さんの懺悔をまだまだお待ちしてます。以上、南條ほのかのその少年を握りつぶすでした。駒形ゆり、浜崎奈々のオーバーラジオ
というわけでおばらじ第162回もそろそろお時間となってしまいました。はい。いやなんか終わったらまたあの暑い外に出なくちゃいけない。やだ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 。ここ涼しい、ここ快適、ずっとここにいたね。迷惑。でもね、このスタジオがね、うん、いつもちゃんとクーラーが効くのに、うん、今日はもう外が暑すぎて、ね、なんか頑張ってくれてるけど、そう最初なかなかね、そう限界迎えてるらしい。一番低い温度に設定してびっくりして快適に過ごしてるね。本当に。惜しみなく皆さんエアコンは使っていただいて、そうそう、みんな健康に過ごそうね。熱中症気をつけてください、ね、はい。この後は会員限定のおまけ放送となります。会員になると来週更新される収録アフタートークも聞くことができるので、この機会にぜひ会員登録お願いします。おばらじでは皆さんからのメールを大募集中です。番組専用メールフォームからどしどしご応募ください。それではまた後ほどお会いしましょう。ここまでのお相手は東堂凛役駒形ゆりと南條穂乃果役浜崎奈々でした。バイバイ。改めまして、こんばんは。東堂凛役の駒形ゆりです。こんばんは、南條穂乃果役の浜崎奈々です。オクターブサイドオーバーランの公式放送オーバーラジオ、ここからは会員限定の放送となります。はい、涼しい。あーもう本当にあのここ来るまでもさ、うん、灼熱すぎてさ、もうなんか電車をさ、その一本乗り過ごしちゃって、うんたりとかさ、そのホームで待ってるのも暑いし、うん、信号を待ちも暑いよ。もうでなるよね。私ね、あのね、今年ねサングラスを買いました。うわ大事だよ本当に。めちゃくちゃ大事。目がねずっとシパシパしちゃうと思って、うん、眩しすぎるよね。でもあんまり濃いザサングラスみたいな感じだと、うん、なんかおあいつ生きとんなって思われそうだから、そんなことない、そんなことない。ナチュラルな感じのにしたけど、うんうん、快適。うわ私もそのサングラスデビューして、うん、デビューで持ってたんだけど全然使ってなかったのをさすが暑いからって持ってきてかけてたら、うん、あの野村に笑われました。野村かな子さんにはいやばとか言って笑われめげずにめげずにねめげずに、はい、かけていこうと思いますけども。はい、じゃあおまけ放送ではこちらのコーナーに参りたいと思います。はい、オーバーのサブキャラ妄想選手権。わーい。皆さんが勝手に妄想してしまった本編には全く登場しなさそうだけどオーバーランの世界に住んでいるかもしれないサブキャラのプロフィールを送ってもらっています。それじゃあ早速紹介していきます。お願いします。ラジオネーム黒さんからいただきました。ありがとうございます。鈴代宝生設定、厳しい家庭で礼儀やマナーを叩き込まれて育った大人びた高校生の男の子。他の人よりマナーや礼儀に厳しく品のない人を嫌っていた。そのためバンドマンにはあまりいいイメージを持っていなかったが、ある日の帰り路上ライブをしているリンの姿を見つける。自分の想像していたバンドマンらしからぬリンの丁寧な口調や佇まい、そして綺麗な演奏に自分の考えが偏見だったことに気づかされ反省し考えを改めた。今では時間の許す限りオーバーランのライブやリンの路上ライブに参加し応援を続けている。名前は、うんうん、清廉潔白と品行方正の四字熟語から少しずつ拝借して名付けました。礼儀正しいって美徳ですよね。お二人が思う礼儀正しい人はどんな方ですか。それでは。最近も礼儀正しいが分かんなくなってきた。礼儀正しいが分かん、礼儀正しい挨拶、まあ、挨拶大事だよね、うん、言葉遣い、あとドアガーンって閉めない。あそういう一個一個の所作ね。そう、私なんかね事務所のねなんかスタジオのドアをね今2回連続ガーンって閉めちゃってて毎回自分でうわーまたやったと思って。いやわかるよわかる、びっくり、その音でびっくりする、自分がびっくりするよね。そうはーってなる。だからすごいそれを今ね、あの次こそは絶対それやらないぞって思って、うん、礼儀正しくありたい。私さ癖で足組んじゃうしさ、しかもそのスマホを見るときにさ、うん、下を向きすぎないようにこう、うん、ちょっと上目で手を組んでる風にして、うん、こうなんて言ったの、ちょ高めで見るからちゃんとあの顔の高さに合わせて、そうそう、うん、足組んでこれやってると女帝みたいなんだよね。なんかさ偉そうすぎちゃってなんかそんなつもりないのにさ、そうだから礼儀正しいって大事だ。なんかちゃんと品とかさ、うん、意識したいの。
でもあのこの久々にって言っちゃあれだけど、なんか自分が今来てる限りのサブキャラの中でさ、名前となんかキャラクターの設定がちゃんなんだろう、あのキャラ感確かにね、うんうん、ちゃんとしてるわ。あ、本当だ。そう、なんかドゥールのこと忘れたちゃんとしてる。ちょっとランナーさんがさ、なんかおふざけが過ぎることあるじゃん。そうそうだね。そう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 、あ、こういう感じこういう感じと思いつつ、うん、なんかちょっとほっとしたわありがとう、うんうん、いそうなキャラクターっていうのがね。ね、ちょっとこの子目線のその生活も追ってみて、その気持ちの変化とか、うんうんうん、ちょっと気になるよね。気になるね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてしのさんからいただきました。ありがとうございます。名前仙台トーマ。電車が好きで電車が好きで写真を撮っているいわゆる撮り鉄、うん、電車以外は興味などない彼だったが、ある日一日車掌として制服を着ていた凛さんに一目惚れしてしまう。それ以降彼の SNS には電車のみの写真とは別に凛さんのアクスタと電車のツーショットがアップされるようになったという設定です。大都先生の鉄道のイラストから着想し、凛さんは車掌さんのようなきちっとした制服が似合いそうだなと思い妄想してみました。おばらのメンバーが1日丸々をするとしたらどんなものが似合うと思いますか。ありがとうございます。え、なんかトーマっていう名前だから、もうてっきりあの、うん、機関車トーマあーちょっと一瞬えってなっちゃった。車掌さんいいね。いい。でもなんかすごくその絵がイメージできた。うん。でしかもそのアクスタもちゃんと売ってくれて並べるっていうのがなんかわかると思って、ね、いいな。おばらのアクスタ並べたい。あー欲しい、うん、欲しいよね、うん、めっちゃいい。え、ほのか一日まるまる何やりたい。ほのかは何がいいかな。なんか強さを、うん、あのピックアップしてくれるのであればやっぱ警察とかがいいのかな。え、いいじゃん。いける。うん、なんか素手で勝負みたいな。え、なんか犯罪率下がりそうじゃない今日はあのほのかさんがやってる、今日やめとこうって。あのほのかの可愛い見た目なんだけどポスター作ってもらってね、うん、あのごつい目のあの文字自体で、うん、なんか絶対に許さないっていう。怖い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 めちゃくちゃ怖いじゃん。その犯罪絶対に許さないっていうポスター作ってほしい見たいけど怖いな。泣いちゃう泣いちゃう。いいね。一日警察、うん、署長。警察署長とかかな、うん、すごいことだね。一日だけでも警察署長になれるってすごくない。ちょっと偉くなるね。リンさん他何やりたい。リンさん何がいいかな。一日何丸々ってあと何があるの。あ、バスガイドさんとか、うんうんうん、あとお店の何店員さんとか。そうだ、一日店長みたいなのもあるよね。一日店長ね、確かに、うんうん、うわどこの店長。何屋さん。楽器ピアノ。確かにね、うん、そうだそうだ。うわ一日、うわ先生やってほしい。あやってほしい。うわ苦手そう子供たち子供たちに最初押されそう。めっちゃリン先生リン先生みたいな。あってこれ食べるみたいな。今はその時間じゃないのだけれどその時間じゃないのだけれどえ、いいね。かわいい。音楽の先生かわいい。え、私は一日まるまるなんかやったことあるかな。え、私なないな。こまちゃんなんかありそうな気がしちゃうんだけど、特急ラビュー、うんうん、のそのレーバのなんて言ったらいいの、特急ツアーをやったから、その中 の, そのアナウンス、うん、とか、まあ、その制服着たりとかして、うん、まあ、そのなんちゃってだけど車掌さんっていうのみたいなのはしたけど、うん、なんかちゃんとこう目打ってはないかな、うんうんうん、でもその中で車掌さんやってるんだったらそれもある意味ね、うんうん、経験じゃない。すごい。アナウンスめっちゃ楽しかった、最初そのガチでやりすぎて私が喋ってるって気づいてもらえなくて職業プロだから私だよって、私だよって思った。みんなもうあまりにもそうそうすごい綺麗なあれだな駒形さん嬉しい嬉しいな。楽しそうだな、うん、やってみたいのある。
でもあの本当にやっぱテレビとかで見るから、その振り込め詐欺を撲滅みたいなさ、うんうんうん、あるじゃん、あの松平健さんとかがやってる、うん、ああいうのやってるみたいな。そうなんだ犯罪を止めたいよね。止めたい止めたい。そうだよね、みんなでみんなに幸せでいてほしいもんね。なんかどうかみたいな、なんかその振り込み待ってくださいみたいな、うん、かっこいい、いいじゃん、それでいい、正義感にあふれてる素晴らしい。え、いいね、面白いメールでした。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、え、大和さんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。名前、しめざわいりな熱波師。熱波師、ほのかがサウナに行った時の熱波師で女性の熱波師が珍しいなと思ったので、ほのかの方から話しかけた、うんうん、辛いもの好きだという共通点もあったので、先日激辛ラーメンを食べに行った、うんうん、最も辛いものを食べたが、二人とも平然としていたらしい。本当に女性の熱波師は少ないそうです。名前は熱波師のドイツ語アウフギーサーの語源の注ぎ入れるから取りました。お二人はサウナ行きますか。うわー、なんかすごい凝ってるわ、もうね、熱波師、熱波師すごいとこついてきたな。サウナほとんど行かない。サウナね、岩盤浴も全然行かない。なんか岩盤浴とか友達に誘われて行ったんだけど、うん、なんか下手したらなんか、もうここ今閉じ込められたらどうしようって気持ちになるのこのままこの暑いまま閉じ込められたら干からびちゃうみたいな。助からないよね、もう超ネガティブもう危機管理能力が長けて、全然なんかその岩盤浴に妹と行ったんだけど、喋、うんうん、れないじゃん。あ、そうだね、喋りたいのよ、その黙って分かる分かる、暑いとこにじっといるみたいなのを、うんうん、できなくて、あ、そうで、さっさと出て喋るっていう、うん、そうね、なんか静かにしてくださいみたいになってるからさ、そうそうそう、友達と言ったらさ、もう友達とさ顔で会話してそろそろ出るみたいな。そうそうそう、でも、うん、長くは私も入れないな、うん、でも熱波師さんがいるところってもう本当に本格的だし、ファンの人が来るようなとこだよね。サウナ好きな人とかが、楽しませてくれるタオルでエンターテイナーの人って、そう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 、本当に一回も熱波師さんにお会いしたことないかも。なんかテレビで見たことあるんだけど、うん、熱波師さんもそのいる中で、その入ってるさ、お客さんは、うん、あのお洋服着てないけど、うん、熱波師さんは確かね、服着たままあの場に入って、暑い、誰よりも動いてその風を回してくれてたりするから、うん、なんて大変な仕事なんだって。すごいね、それは、うん、いやー、あーの辛い、辛いのの友達がここでできたよ。でも辛いの好きな人、熱いの好きそう、サウナ好きそうな気がするから、ねえねえ、確かに、うん、そういう刺激を求めてる、求めてそう。へえ、大人、全然子供すぎて全然だからいいね。でもほのかさん、お友達、お友達やっとね、やっと辛い、一緒に食べてくれる仲間ができたならよかったです。辛すぎるものはちょっとという感じなので、はい、というわけで、以上でございます。オーバーランサブキャラ妄想選手権でした。ということでお送りしてきましたオバラジ第162回、そろそろお別れのお時間となってしまいました。はい、うわなんかあのやっぱ握りつぶすが、うん、塩梅がわからん。え、なんでよかったよ。あ、本当、水でも飲んどきゃみたいなよかったよこうね、なんかうまい具合にこうみんなにとどめを刺したいんだけど、うん、なんかまだ、あ、足りてない、それともやりすぎみたいな。いや、意外とみんなね泣いちゃってると思う泣かないで泣いちゃってる、泣いちゃってる、みんなね、みんなあの貴重な水分だから泣いた分グビグビね、水でも飲んどけ、そうそうそう、水でも本当飲んどけ、本当に大事なんで何かあるたびにコップ一杯のお水を飲んでください気をつけてくださいもっと頑張りますいいね、そこの向上心もっとね、もっとあのみんなを握りつぶすために頑張ろうと思います怖いよ、向上心持つとこが、はい、おばらじでは皆さんからのメールを大募集中です、うん、番組専用メールフォームからどしどしご応募ください。はい、来週はチャンネル会員の方のみ聞くことができる収録アフタートークが配信されますのでお楽しみに。ここまでのお相手は東堂凛役駒形ゆりと南條ほのか役浜崎奈々でした。バイバイ。